オリジナル曲、3月末、今月末リリース予定の、曲です。で、これ自分で作ったのに、キーめっちゃ高くて、いつも苦しいんですよ。今日がちょっと出るかわかんないんですけど、ちょっと思いをね、込めて。この曲もさっきね歌ったオリジナルもそうなんですけど、この曲も作詞とね作曲をさせていただいて、もらいました。トラックって音源自体は谷祐樹さんがね、作家さんよくやってる作家さんにお願いしたんですけれども、この曲は遠距離恋愛ソングとなっております。そう、僕が体験した、ことでもあって、で地方にねファンの方も多いので、そういった方に届けばいいなと思いまして、ぜひ、ね、配信を見てる方ほとんどが多分ねそういう方だと思うんですけれども、ぜひね聴いていただけると嬉しいです。ちょっと深呼吸させて、ホワイトキスの後にね歌が結構きついね、しんどいよな。ではラスト行かせていただきます。それでは聞いてください。魔法をかけて。あの日あの場所で君とこのままずっと近くでと二人で約束した願いもいつの日にかとざっかってく君と僕が出会ったことに何かの意味があるとするのならば、どれだけの距離があろうともその手は離さない。どこにでも君の言葉かりを考えてしまう。丈夫だよってそう言い聞かせて、不安が募っても会えない時間が二人の愛をさらに強くしてゆくから、会いたい触れたい空に願う。やっと会える、毎日めくるカレンダー、隠しきれない胸の高鳴り、まるで織姫と彦星のような素敵なラブストーリー、流れ星みたいに瞬く間に時は流れてゆくけれど、悲しくないよ。会うたびに君は綺麗になるんだ。今どか時が止まる魔法をかけて、どこにでも君を愛おしすぎて、また僕を夢中にさせるから、いつもいつまでもどこにでも君の
のそばにいたいと刹那でもうきっと空に願う。ありがとうございます。はい、ギリギリでした。高いのよこの曲。はい、今のはですね、改めて言わせてもらいますけども、今月末にちょっと日にちまだちょっと未定なんですけど、今月末にリリース予定の魔法をかけてという曲です。はい、はい、遠距離恋愛ソングです。だから遠距離恋愛してる人、これからする人、してたよって人は結構共感できるんじゃないかなって思うんで、そう、僕の場合結構特殊な遠距離だったんで、本当に年に2回とかしか会えないんで、そう、辛かったですよ。だから歌詞に織姫と彦星っていう歌詞をちょっと入れたんですけど、ちょっとおしゃれな感じで、そう、織姫と彦星さんよりは、織姫さんと彦星さんよりは合ってるんですけど、一回多くね、そう、ちょっとそこはね、怒られちゃうかもしれないんですけど、まあこんな曲になります。初めて聴いたよって人はこれからたくさん携帯で聴けるようになるんで、ね、ぜひたくさん聴いてください。今日は本当に長い間ね、恐怖の中ありがとうございました。長谷友でした。ありがとうございます。